こんにちは、タクトさん。ご休憩ですの？こちらで飲み物を買おうと思いまして、本当はティーラウンジで新しく入荷したお茶をいただこうと思ったのですが、今はカラオケ大会が開かれているとのことでしたので退出してまいりましたの。ええ、お茶の時間はできれば落ち着いた雰囲気の方が好きなものですから。飲み物のついでに駄菓子も買い込んでおこうと思いますの。いろいろと商品が補充されたそうですので。まあ、安上がりな報酬ですわね。では、遠慮なくお受けいたしますわ。そういえば、物資の積み込みは、あとどれぐらいで終わりそうですの？いえ、ちょっと聞いてみただけですわ。お疲れ様です。頑張ってくださいませ。
はい、いらっしゃいませ。日用雑貨、医療、映像に音楽、その他もろもろ、どれもお安くさせていただいております。これはこれはマイヤーズ様、我が社の取扱い商品の展示販売をさせていただいているのですよ。ほんと、いろんなもんが置いてあるね。久々に世間の空気を嗅いだような気分だよ。私とて外出くらいはする。それに、新民の生活を間近に見られる良い機会だからな。で、私はその身辺警護ってわけ。何かいけなかったか？ここの商人たちから情報が漏れると？だが、そなたが選んだ取引相手ではないか。それほど信用が置けない相手なのか？それに、フォルテシュトーレンを攻めるのは筋違いだ。私は自分の意思でこの場に来たのだからな。司令官殿、心配したって手遅れだよ。もうあちこち歩き回った後なんだから。それでもというならば、私は部屋に戻るが。どうすればよいのだ、マイヤーズ。うん、許す。ここに並んだ物品から選ぶのか？そうです、王子。この宇宙するメーカーの一夜干しなんかどうです？噛めば噛むほど味が出ますよ。チェス？それは何の道具なのだ、マイヤーズ？ちょいと司令官殿、芝王子一人じゃ遊べないものを勧めてどうすんだい。私が前に聞いた限り、芝王子のおそばについてきている人の中にチェスができそうな人はいないんだよ。私も含めてだけど。面白そうだな。では、この立体チェスなるものをもらおうか。恐れ入りますが、お金を払ってくださいませんか？金？買い物とやらには金が必要なのか？良いのか？これは私の買い物なのに。そなたが相手になってくれるというのか？相手にとって不足はない。後で吠え面を書くなよ、マイヤーズ。
じゃないか、司令官殿。ちょっと見直したよ。では、そろそろ行くぞ、シュトーレン。せっかくの機会だ。他の施設も見て回りたい。は、お供いたします。じゃあ司令官殿、私らはこれで。こんにちは、タクトさん。補給で手に入った先生のお気に入りのコーヒーです。あら、いらっしゃい。おかげさまでとびっきりの豆が手に入ったわ。この通り、尻尾も元の長さに回復しました。ところでマイヤーズ司令、コーヒーはお好き？どうぞ。でしょ？誰が入れたと思う？残念、外れ。正解は私が入れました。すごいでしょ？焙煎と豆の引き方がすごく上手なの。いい、飲んだことはありません。ありがとうございます。私でお役に立てるのでしたます。ただいまよりタイムサービスで特売を開始いたします。
訳ありません、お客様。圧力鍋はさっき最後の一つが売れてしまいまして。残念。あの、ちょっといいですか？さっき買った圧力鍋返品したいんですけど、部屋に同じのがもう一個あったのを忘れてて。おめでとうございます。かわいいお嬢さん、あなたはここで販売を始めてちょうど500人目のお客様でございます。そうなんですか？はーい。いえいえ、これは本当に数えていたものですよ。嘘偽りはございません。どうぞ記念品をお受け取りください。我が社のマスコット、宇宙パンダのブラパンシ君のキーホルダーとタオルでございます。これで終わりではございませんよ。ラストの記念品はブラパンシ君の超ジャンボぬいぐるみでございます。うわー、これもかわいい。けど、大きい。中のクッションを抜けばお子様のパジャマにも早変わりする優れものです。ですが。
それくらい平気ですわ。では失礼いたします。そうかい？だけどミルフィーだってスベスベの肌してるじゃないか。この温泉のお湯は打ち身、擦り傷、冷え性、湿疹、赤切れなどに効能があるそうです。いわゆる美肌効果ってやつ？健康にもいいし気分も爽快。やっぱり温泉は最高よね。補給品目リストに露天風呂セットをこっそりと書き込んでおいて正解でしたわね。ねえねえ、どうしてフォルテさんはそんなに胸が大きいんですか？あ、ラーザも結構大きいよね。どうしてって言われてもね、これはこれで射撃の時に邪魔になることもあるんだよ。ミルフィー、そんなにジロジロ見ないでよ。親父じゃないんだから。だってこんな格好してるとやっぱり気になるし。ミルフィーさん、胸が大きければ良いというものでもありませんわ。大切なのは全体のバランスですのよ。例えばフォルテさんの胸がバニラさんについていたら不自然でしょ？体格的にありえないと思いますが。聞こえたような。そこに誰かいるの？この思考はタクトさん？タクトさん、一緒に温泉に入りませんか？ああ、構わないさ。お前さんと私たちの仲じゃないか。どうしたのよ、タクト。早く来たら？こっちはいい湯加減よ。現在の水温、40度ジャスト。長時間使って温まる目的としては、適温です。
どう、タクト。こうして星空を眺めながら入る温泉は格別よ。だけど、せっかく新しい水着も買ったんだから、どうせなら露天風呂より海で泳ぎたかったよね。仕方がありませんわ。次にお休みがいただけたら、また惑星楽園のビーチへバカンスに参りましょう。何笑ってんのさ。どっかに頭でもぶつけたのかい？そうですよね。やっぱり温泉は最高の保養ですよね。特に異常なしだ。お前がいない間に次のクロノドライブの座標を算定していたところだ。ちょうど補給が終わったところだから、もう出発できるぞ。バイヤーズ司令、プラマッシュ商会から通信です。毎度ありがとうございます。これで全ての手続きを終了いたしました。どうぞまた当社をご利用くださいませ。お気遣いありがとうございます。お客様も良い旅を。なあ、ちょっとお待ちください。たった今、会長よりミント様へのメッセージを賜りました。はい、聞こえておりますわ。父からですか。素敵な内容でしょうから、データを受け取ったらそのまま私の部屋へ転送してくださいませ。は？いや、しかし今お流しせずによろしいので。ミントお嬢様はそれ以外何も。そうなると、感激したお嬢様が私を高く評価して重役に取り立てるように会長にお願いするという私のバラ色人生計画は。いやいやいや、少々ノイズが入ってしまったようで、ただいま会長からのメッセージをお送りします。それでは私どもはこれにて失礼いたします。はは、昇進が。ブラマンシュ商会の船団、離脱していきます。やれやれ、ドタバタしたがやっと出発できるな。すぐに次のクロノドライブに移ろう。
そうか。俺は別に気にならなかったけどな。あら、タクトさん、お疲れ様です。ええ、そうですの。今回の補給で新しい茶葉やお菓子が入荷したと聞いたもので、早速いただいてみようかと。どうぞお座りくださいませ。そういえば、先ほどいただいた宇宙パンダのぬいぐるみは部屋に保管しておりますわ。ありがとうございました。安心ですか？またそのお話ですの。きっと気のせいですわ。あら、そうでもありませんわ。交渉のアシスタントではほとんど出る幕がありませんでしたもの。でしたら、続きは場所を変えて私の部屋でお茶にいたしません。さっきジュースをご馳走していただいたお礼ですわ。遠慮なさることはありませんわ。私も今回の補給で手に入れたお茶やお菓子を早くいただいてみようと思っていましたし。ええ、どうぞ。では、私の部屋へ参りましょう。どういう部屋だと思われますか？想像をなさいますのね。それがタクトさんらしい思考ですのね。でも、お菓子のお部屋も素敵ですが、それでは生活ができませんわ。実際はこうなっておりますの。どうぞお入りくださいませ。ありがとうございます。どうぞ、おかけください。今、お茶の用意をいたしますから、タクトさんはお菓子でも召し上がりながらお待ちください。タクトさん、
が、お茶受けは甘納豆とふ菓子と飴玉とスコンブ、どれがよろしいですか？お待たせしました。とっておきのラベンダーハーブティーですわ。気分が落ち着きますわよ。呼吸も無事に済んでほっと一息ですものね。前にも申しましたが、ああいったごますりを行う方はそれほど珍しくありませんわ。そうでもありませんわ。たとえ露骨でも自分が得をするのであれば喜んで受ける方の方が多いですわ。表面上はそんなことをしてもらっちゃ困ると言っていても、それはポーズでしかありません。そういった方々を利用して財界を思うように動かしていますわ。あら、それではいきなり泣いたり怒ったりしてみましょうか。そんな気がするだけですわ。では今度は私から質問させていただきますわ。どうして補給物資の価格交渉の時、営業部長さんの言い値に応じなかったのですか？ではありませんわ。タクトさんにとってはそれが普通の答えなのですわね。
タクトさん、遠慮なさらないで、もっとお菓子をどうぞ。まだいっぱいありますわ。ですが、駄菓子が好きというのはやはり子供っぽいでしょうか。私も嬉しいですわ。私は実家を出るまで駄菓子やファーストフードのお食事なんて食べられませんでしたもの。実は私も一度だけファーストフード店に行ったことがありますの。12歳の時に旅先で。あんなに開放的でマナーを気にすることもなくできた食事は初めてでした。あの時はとても感激いたしましたわ。世の中にあんなに刺激的な食べ物があるなんて、あの時初めて知りましたわ。それ以来、ファーストフードのお店に行く機会はなかったのですけど、ずっと憧れていたんですの。食事をしていましたし、それに一度しか行ったことがないから行きたいと言い出すのは少し恥ずかしくて。そうなんですの?私もエルシオールの食堂ではなく、実際にお店に行って体験したいものですわ。
あら、興味がおありですか？なんでしたら、父のメッセージをご覧になります？構いませんわ。それに父が何を言っているか興味津々ということはお見通しですわよ。では再生しますわね。ミントか。トルミナの営業部長からお前の消息を聞いた。達者で何よりだ。まったくくだらんクーデターのせいでお前のことといい、今後の事業計画といい、大変な迷惑を被ったわ。広告軍にはこれ以上もたもたせずに、クーデターなど早急に鎮圧してもらいたいものだ。ミント、お前も白き月で有益な人脈を作れたことだろう。そろそろ戻ってきてもよいのではないか。お前には一日も早く組織の長としての経験を積んでもらわねばならん。軍に付き合うのもほどほどにしておけ。では次の予定があるからこれできるぞ。また会おう。ね、タクトさん、父は大して心配していないでしょ。誰に対してもあんな感じでして、父も悪い人間ではないのですが。どうして私が家と揉めていると思われるのですか？今度は私が心を読まれてしまったようですわね。それは逆ですわ。私は家を出るために広告軍に志願したんですの。軍ならブラマン氏の力も及びませんもの。それがきっかけで紋章機のパイロットとしての適性が判明し、広告軍ではなく白き月に配属されることになったのですわ。ミルフィーさんやランファさんもパイロット養成学校で適性が見出されてエンジェル隊に配属になったんですの。
まあ、お上手ですわね。でも、私にとっても自由な雰囲気の白き月に配属されたのは幸運でしたわ。もっとも、父は白き月さえもブラマーシュ財閥に有益な人脈を作る場だとしか見ていないようですが、父はそれが私のためになると思っているようです。ですから全くいたしておりませんわ。そんな罰当たりなことは。それにそのおかげで周囲から受ける期待も紋章機のパイロットとしてのレベルでとどまっていますし、私はテレパシーが使えます。その力に対する期待です。父もテレパスなんですの。でも人の心は読み取ってもその気持ちまでは汲み取らず、自分の考えを押し付けてきます。娘である私に対しては特に好意ですわ。いつも勝手にあれこれと口出しをしてきて。まさしくその通りですわ。私のためを思ってのことだと分かってはいるのですが、結局のところは私自身の気持ちなど全然考えてくれませんの。他人に話したのは初めてですわ。タクトさん、申し訳ありません。ありがとうございます。でも不思議ですわね。こんなことを話したのになぜか心が軽いですわ。そうだったのかしら。タクトさん、もしかしてタクトさんもテレパスなのですか？不思議ですわね。タクトさんとお話をしているとなぜか落ち着きますわ。ではそれがなぜかを調べるためにこれからも仲良くいたしましょう。エオニア軍の包囲網が狭まってきてるんだから仕方ないだろう。補給できただけでもありがたいと思わないかな。それよりどうも艦内が浮かれた雰囲気になっているのが気になるな。
戦うじゃなく逃げるってのがお前らしいよな。この艦内のムードは司令のお気楽な性格が伝染したのかね。前方に艦隊が展開しています。識別信号なし、エオニア軍と思われます。3時方向にも反応多数、敵は戦闘機を発進させた模様です。より通信が入りました。つなぎますか。もしかしたらこの前の連中じゃないか。ラッキースターとカンフーファイターが戦った妙な奴ら。やあ、君が司令官かい。僕はエオニア陛下直属の特務戦闘部隊ヘルハウンズ隊長カミュオーラフロイグだ。あー、また出た。今度は何しに来たのよ。僕の愛しいマイハニー、今日も美しいね。それに引き換え、君はエンジェル隊を指揮するものだというのに美しくないな。今日はさらに激しく楽しく戦うべく俺たちの仲間を連れてきたぜ。行くぞ。相変わらず人の話を聞かない奴らね。ちょっと待て、仲間だと。そう、お仲間。ちなみにオイラの名前はベルモットマティン。チャームポイントはハチバキ。というわけで、早いとこ芝王子を渡してくんない？レッドアイだ。要求を拒めば、貴様らに待つ者は永遠の静寂の。そういうことだ。希少な存在のくせに、僕のような高貴な者の手を煩わせないでほしいな。このリセルバ・キアンティは選ばれし者。お嬢様たちのおままごとに付き合ってる暇はないんだ。また厄介そうな連中ばかりだな。雰囲気からして正規軍じゃなさそうだが。どうやら彼らは命が惜しければ芝王子を差し出せとおっしゃりたいようですわ。医師の伝達が不自由なようでお気の毒に。ブラマンシュのお嬢様か。白き月の犬風情が。それは選ばれし者へのやっかみかい。あら、私にはあなたの方が私や白き月へのやっかみを持っているように聞こえますわよ。誰が誰にやっかみを持ってやるだって。ブラマンシュ財閥の一人娘だからってこの僕に向かって無礼な口を聞くのは許せないね。
ご無礼がありましたらお詫びいたしますわ。あなたと比べたら武礼や武作法のレベルではとても勝ち目がありませんもの。とりあえず口では勝ったな。そういうこと。聞き分けの悪い奴にはきつーくお仕置きしてやるまでさ。所詮巨大な力で叩き潰されなければわからんか。弾薬およびエネルギーの補給は万全です。出撃命令を。くれるじゃ。補給も修理もできないうちに片付けてやるよ。敵戦闘機は高性能ですわ。パイロットの知性はともかく操る機体には注意が必要ですわよ。ふん、物分かりの悪い犬風情など叩き潰してやる。無駄な抵抗は見苦しいね。あまり荒っぽいことをするのは僕の趣味じゃないんだが、仕方あるまい。